この一週間勇気がでんくって言えんかったけど、断られてもかまへん。女はどけ、声かける前にもっかい。ナゴムさん、よかったら仕事の後イルミネーション見に行きませんか。ええよ。ほなお先。出かけるの？かの子、あれなんか約束してたっけ？してない。よかった、先について心の準備いるもんね。ミツルちゃん、ラゴムさん、ちょっとすいません。あ、危ない、ぶつかるで。ありがとうございます。この感触絶対忘れへん。おっさんが掴んだ境惹かれたんかな。あのういういしさはもうないわ。え、なんなんこの扱い。ちょっと手変わった。これクリスマスプレゼントです。え、もろてええの？なかなか渡すタイミングつかめへんくて。はい。え、うっそ、これ手作り？うまそう。手ぬぐい仕事で使うから助かるわ。邪魔にならず、かつ手元に置いてもらえる万能性。一度別れてる男に手作りは渡せないわ。若いってだけで。プレゼント素敵な柄ですね。どこのお店で見つけはったか今度教えてください。ミツルちゃんこそすごく